エドガル・マヌチャリアンは、ソビエト連邦、エレバン出身の元アルメニア代表の元サッカー選手。現役時代のポジションは、FW、MF。アヤックス FC ピュニクエレバンの下部組織を経て、リザーブチームで得点を量産していたことにより、2002年シーズンに同クラブのトップチームへ昇格を果たす。翌2003年シーズンは、12得点を記録する。 2004年シーズンには、ガルスト・ペトロシャンとのコンビで22試合21得点と、得点王に輝く活躍を見せチームの優勝に大きく貢献し、さらに年間最優秀選手賞を受賞すると、注目を集め、同年12月にアヤックス・アムステルダムからトライアルに招待される。14日の FC バルセロナとの親善試合中に、足を骨折する不運に見舞われ、 トライアルを途中で終了することを余儀なくされたものの、それまでのプレーが認められ、7月1日からの3年契約を勝ち取ることに成功した。2005年9月18日の AG アルクマール戦で、ライアン・バベルとの交代から84分に初出場を飾り、以来、リーグ戦4試合に出場し、翌2006から07シーズンは、相次ぐ負傷に悩まされたことで、昨季同様に、 株組織のヨングアヤックスでのプレーが主戦場となる中、2006年11月2日、UEFA カップ2006から07の FK、アウストリアウィーン戦で公式戦初得点を挙げた。2007年3月16日、2008年までの契約が2011年6月30日まで延長された。なお、2006年7月22日には、 アヤックスとアーセナル FC に在籍したデニス・ベルカンプの引退試合に出場した際、新設されたエミレーツ・スタジアム史上初めて得点を挙げたクラース、ヤン・フンテラールのゴールをアシストしている。2007から08シーズンにアドリーコスター監督が新たに就任するとトップチームでは未出場が続き、今まで以上に下部組織でのプレーが主戦場になっていたため、 2008年5月にアヤックスからの対談を望む。6月には5人の選手と共に放出リストに掲載されたと報じられた。ハールレムアガーブ2009年8月6日にエールステディビジの HFC ハールレムへ1年間の期限付き遺跡に出される。翌日の SC フェーエンダム戦においてフランク・カレマンとの交代で早速初出場を飾り、 9月26日の FC デンボス戦で初得点を挙げる等で半年間に主力として17試合6得点を記録した。だがシーズン中の2010年1月25日にハールレムが破産を宣言し新たな投資家を発見できなかったことによりアヤックスから期限付き遺跡で加入していた自身を含む6人は復帰することになった。 2010年2月3日にジョン・ファンデン・ブロム監督、率いるエルステ・ディビジノア・ガーブ・アペルドールンへシーズン、終了までの期限付き遺跡に出される。FC ・フォレンダム戦で、初出場及び初得点を記録し、それから1週間後の2月19日の SBV エクセルシオール戦では、ハットトリックを達成した。ピュニクエレバン復帰2010年7月にアヤックスとの2011年夏まで、 契約を双方合意で解除、ハールレムで17試合6得点、アペルドールーンで10試合7得点を挙げたが、アヤックスでは9試合無得点に終わる。19日に、フルス FC ピュニックエレバント半年の契約で復帰し、UEFA チャンピオンズリーグ2010から11、予選2回戦のパルチザンベオグラードとの第2戦で、初出場を飾る。リーグ戦で5得点を挙げて、 チームの優勝に貢献した後、契約満了に伴い対談したマヌチャリアンに対し、FC カルパティリビューから関心を示されると、契約交渉のために、ウクライナへ渡ったものの、実現せず、最終的に2011年1月26日に、ピュニク・エレバンと3年契約で再加入をした。ウラル2011年8月中旬に FC ピュニク・エレバンから、ロシアナショナルフットボールリーグの FC ウラルスベルドロフスクオブラストへ1シーズンの期限付き移籍に出され、2012年7月17日には同クラブと2年契約で完全移籍を果たす。2013年4月1日の FC トム・トムスクセンにおいて完全移籍後発にして2得点を挙げた。アラシュケルト2018年7月25日、アラシュケルト FC に移籍した。 ピュニクエレバン再復帰2018から19シーズンの最終日である2019年6月5日にアラシュケルトから放出され翌日フルス FC ピュニクエレバンへの2度目の復帰を果たしたアラシュケルト復帰2020年3月4日アラシュケルト FC に復帰8月2日に現役引退を表明したアルメニア代表としてはまず 2002年から U-17 代表でプレーするとともに同年は U-21 代表としてもプレーしており、その後 U-19 代表として参加した UEFAU-19 欧州選手権2 0 0後の予選において8得点、特にハンガリー戦で4得点を挙げる活躍を見せた。2004年からは A 代表でプレーした。出展、出展、代表での得点。 ありがとうございます。